ジョー・ファルクス、ジョー・ファルクス、ジョー・フックス本名、ヨゼフ・フランクリン・フックス1921年10月26日から1976年3月21日は、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ケンタッキー州バーミンガム出身、マーレー州立大学卒業。身長196センチメートル、体重86キログラム、ポジションはフォワード。 北米プロリーグ NBA の前身であるバー創立時、1946年、体ら第一戦で活躍し続け往年の名選手であり、プロキャリアのすべてを過ごした、フィラデルフィア・ウォリアーズ、現、ゴールデン・ステート・ウォリアーズを、初代バーチャンピオンシップに導いた。彼のプレイスタイルが、後世に与えた、影響の大きさから現代ゲームの父、バスケットボール界のベーブルースとも称される。 現在のバスケットボールの主要特典手段であるジャンプシュートのパイオニアでありジャンピング場の愛称で知られた。ジョセフ・フランクリン・ファルクスは1921年ケンタッキー州の小さな田舎町バーミンガムの農家の子として生まれた。幼少期は狩猟と釣りの日々を過ごしたファルクスは8歳の時に感染た地元バーミンガム高校のバスケットボールの試合に たちまち魅了されたが家が裕福ではなかったためにすぐにバスケット用のボールを手に入れることができなかった。学校のコーチは屋外のバスケットコートのゴールネットが裂かれていることを不審に思い、ある日教室に隠れて見張っていたところリムに向かって空き缶やレンガを投げつけているファルクスネンの姿を発見。コーチはすぐさま少年の才能を見抜き彼に使い古されたバスケットボールを与えた。 地元にはユースチームがなかったため、高校進学まではストリートボールに明け暮れる日々を送った。マーシャル軍高校のバスケットコーチにとって、身長6フィート、183センチメートルの1年生が、見せる、飛び跳ねながら打つシュートは邪魔でしかなく、当時はジャンプを伴わない、セットシュートが基本だった。そのため、ファルクスは試合中は自身を抑制しながらプレーすることを強制された。 しかしダム建設のためにバーミンガムが湖の底に沈むことが決まり、一家がクッタワに引っ越したところ、クッタワ軍高校に転校したファルクスへの評価は一変。196センチメートルまで身長が伸びたファルクスは、加わったクリッパーの異名を頂戴する強力なスコアラートな最終学年にはチームを州チャンピオンシップに導き、自身も得点に関する様々な州の記録を打ち立てた。 大学は、マレー州立大学でプレーし、3年間、計4 7の試合で、平均13.2得点、通算621得点を記録。2合いバスケットボール殿堂、マレー州バスケットボール殿堂入りを果たしている。1943年には、海兵隊に入隊。グアム島、伊シ島などの南太平洋で勤務しながら、選手として、海兵隊。 オールスターチームでプレーし、帰国後はツアーで全米を回った。この頃には、プロリーグ関係者の間で、シュートを打つ時に、わざわざジャンプし、ボールにスピンをかける選手の存在が噂されるようになった。1946年、東海岸の都市を基盤とする、プロバスケットボールリーグ、バー、後の NBA が誕生。そのオリジナルチームの一つであった。 フィラデルフィア・ウォリアーズのオーナー、エディ・ゴッドリーブは毎晩ゴールと客席を埋められるスター選手を探しており、その彼の目に留まったのがジャンピング場だった。ゴッドリーブはファルクスに年5000ドルの契約を持ちかけ、さらに8000ドルと新車のボーナスをつけた。ファルクスは契約にサインし、ウォリアーズとバーの創立メンバーとなった。生まれたてのリーグにおいて24歳のファルクスの 存在は、際立っていた。バー元年である1946から47シーズン、ファルクスは、平均23.2得点を上げて、リーグ1位となるが、これは2位のボブ・フィーリック、ワシントン・キャピタルズが記録した16.8得点に6.4点差を、つける圧倒的な成績だった。また、フィールドゴールしなげ数、成功数、フリースローしなげ数、成功数、 シーズン通算得点とあらゆるスタッツでリーグ1位に輝き、初代得点王に輝いている。当時の得点王、アシスト王などのスタッツリーダーは平均ではなく通算で決められていた。また1月14日のトロントハスキーズ戦ではシーズン杯イの41得点を挙げ、30得点以上は12試合で記録した。当時のバーには個人賞はオールバーチームしかなく、 ファルクスはもちろん、オールバーファーストチームに選出されるが、もし当時新人王や MVP があったならば、ファルクスにはその初代の栄冠に輝く資格は十分にあった。当時のウォーリアーズはほぼファルクスのワンマンチームであり、このシーズンに平均2桁得点を記録したのは、ファルクスのみだったが、35勝25敗の成績で、デビジョン2位の高位置につけると、プレーオフでは、 セントルイス・ボンバーズ、ニューヨーク・ニックスを破って NBA ファイナルに進出。初代バーチャンピオンの座をかけてシカゴ・スタックスと対戦した。ファルクスは第1戦で37得点、第3戦で26得点、第5戦で34得点と次々と高得点を叩き出してチームを牽引し、3勝2敗でスタックスを破って見事にチームをファイナル制覇に導いた。 翌1947から48シーズンも、カルクスは平均22.1得点を挙げて、好調を維持したが、故障欠場したことが響いて、通算では、スタックスのマックス・ザスロフスキーに及ばず、2年連続の得点王は逃した。デビジョン1位となる27勝21敗の成績を記録したウォリアーズは2年連続のファイナル進出を果たすも、 ボルティモア・ブレッツの前に敗退している。ファルクスの前世紀は1948から49シーズンに訪れ、彼はこのシーズンに平均26.0得点。このシーズンにバーに加入したミネアポリス・レイカーズ所属のジョージ・マイカンに次ぐリーグ2位を記録。特筆すべきは2月10日のインディアナポリス・ジェッツ戦で記録した63得点であり、これは1959年に エルジンベーラーに破られるまでリーグ歴代最高記録だった。このシーズンを境にファルクスのパフォーマンスには明らかな低下が見られ、その後のシーズンは平均11.9から18.7得点に止まり、そして出場時間を大幅に制限され、平均2.5得点まで成績が落ち込んだ1953から54シーズンを最後に現役から引退した。 キャリア通算8003得点は当時ジョージ・マイカンに次ぐ歴代2位の記録だった。現役引退後はケンタッキー州カルバートシティにあるギャフ社の生産主任を務めた後、同州エディビル刑務所のレクリエーションディレクターとしてマーシャル軍に戻った。1976年3月21日、彼が少年時代を過ごしたクワッタで知人の女性の息子と口論となり、 拳銃で撃たれ死亡。翌1977年にファルクスの電動入りが発表された。ファルクスはジャンプシュートの初案者ではなかったが、ジャンプシュートのパイオニアとして真っ先に上げられる選手であり、多くの選手が足を地面につけたまま放つセットシュートを多用していた当時、地面から飛び上がり、空中で手から手へと持ち帰ることで、スピンがかけられたボールが、 次々とネットを揺らす光景は、ファンと選手のどぎを抜き、ファルクスの登場は、バスケットボールという競技そのものに変革をもたらした。また24秒バイオレーションのルールがなく、チームの1試合平均得点がおよそ80点を推移していた時代に、毎晩の要光得点を上げるファルクスの姿は、より大きな印象を見るものに与えた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。